アルプス、北アルプスのすぐ近くなんですけど、ほんと山間地。山間地で農業をやってる方っていうのは、かなりね、腰が曲がって、こういう感じでこう、歩いてる方、まだいっぱいいます。この間ゴールデンウィーク行けますけど、まだいっぱいいます。まあまあ、まだこれまで行ったり、おじいちゃんがあってね。で、まずですよ、これ、姿勢いいですか、これ。姿勢いいです。あれ、良くないですね、まあね。これ、猫背ですよ。もう、ほぼ猫ですよ。あまり笑ってるね。痛がってますよ、俺たち。三冠地の方行かないですかね、相手しか。大根抜いたりしてますよ、普通に飲んでやってみますか。痛いって聞いても、別に痛くないよって人いっぱいいますよ。それは当然痛いって人もいますよ。体まっすぐに見えて体痛いって人もいるし、まっすぐに見えて痛くないって人もいるし、で曲がってても痛いって人もいるし、痛くないって人もいるし、みんなが痛いって言ってるわけじゃないじゃないですか。だからおかしいと思っているわけだよ、そういう話聞いたとき。